市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。香川照之さん、澤瀉屋廃業の危機を親子で救う。市川團子さんの後見人として完全復活か。我が国危機を救われるとは、香川照之さんのことを指すのかもしれない。長男の市川團子さんが若干19歳ながら五代目猿之助の名跡を引き継ぐ可能性が浮上しています。猿之助を名乗るのは名門澤瀉屋の当主になること、同時にお師匠になることを意味し、打倒として一門を率いていかなければなりません。当然演出やキャスティング、つまり監督やプロデューサーの役割を担う重責です。19歳という年齢がネックになりますが、今澤瀉屋はそんな悠長なことを言っていられる状態ではありません。選択を一歩間違えれば、まさに一門廃業の可能性すら取り出されているわけです。澤瀉屋存続の危機に瀕する中、團子さんの後見人として名前が挙がっているのが父親の香川さんです。香川さんは離縁で市川中車の背後を持ちます。本来なら4代目市川猿之助さんとなるのですが、世間を震撼させた猿之助ショックの余波が未だに続いているためです。猿之助さんが起訴されたら即引退になるでしょう。そうなれば離縁の慣例からして4代目猿之助さんはただの一般人となり、澤瀉屋の運営に一切口を挟めなくなります。今後注目されるのが團子さんの父中車さんというわけです。團子さんは19歳ですからね、右も左もわからないでしょう。結果中車さんが澤瀉屋の実権を握ることになると思います。澤瀉屋のお家芸であるスーパー歌舞伎を伝承させるためにも中車さんの存在は欠かせないでしょう。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。